ベルです。今日は家主になりたいなら価値足すで学ぼうというのをお送りします。今日ね、加藤さんね、有名な加藤さんが推薦してくれた本で須田さんの本があったんですけど、図書館にね、なくてね、この須田さんの本を図書館で借りたらこの年金は自分で作れっていうのがありまして、これですね。これね、ちょっと読んだんですけど、すごくいい本でね。その書いた時は別の名前だったんですけど、その後、今はカチタスっていう風になってまして、上場もしてます。はい。これかな。はい。これです、カチタス。ね。それでね、仕組みはね、どういうことなのかっていうと、基本的にこれ須田さんの会社って、群馬の方のね本社がある会社なんで、もともとだから新築の一戸建てやってたらしいんですけども、競争が激しいんで、でどこに入ったかっていうと中古住宅を再生するというね、私もちょっとそういうことを言ってますけども、加藤さんもそれやってますけども、競売市場がね宝の山っていうことで、須田さんがね、日本ではね、デフレと年功序列、終身雇用の終焉、住宅ローンの破綻が重なって地方の住宅が大量に、競売市場に出てきていると。でね、これね、競売市場って私も昔ね、不動産会社にいた時には、当時先輩がね、この競売市場だけは手を出すなと、特殊な玄人の世界だからねっていうことだったんですけど、最近はね、民事再生法だったかな、法律改正でね、いわゆる変な人が例えば中に入ってたとしましょう。で、競売した時に、その人がどかないとかね、なんか変なことした場合は、前はね、民事介入だったんですけど、これ刑事になるようにね、なったことで、スムーズに仕入れができるようになったそうです。で、この競売物件ね、なかなか個人では難しいです。私もいろいろ研究しましたけど、なかなか難しい。ベテランの人はここで買ってる人もいますけども。で、この会社がね、カチタスが独自のリフォームを施して、で、安い価格で新築並みのおしゃれな住宅を提供しているということで。ね。このビジネスモデル大当たりでね、これ本書かれた時はかなり前なんですけど、今でもね、この会社ありますから。はい。でね、やっぱりもう地方でね、独占状態なんですね。はい。でね、要するにアパートにいた人が入れるぐらいのローンで買える、月支払い5、6万でというような物件で、なんかこの時の話だと大体1000万ぐらいの物件で、自分で住んでもいいし、貸してもいいと、なことを言ってます。で、どんなのかというとね、住宅の前にね、駐車場2台確保って、これ加藤さんもこれやってますし、アメリカでもほら、あるじゃないですか、スティーブ・ジョブズの家の前って駐車場あるじゃないですか。日本でもああいうものを作ったら売れると思うんですけど、誰もやらないですね。土地が高いのかな。地方ならできますよね。で、人気があってね、すぐ売れるそうなんです。で、住宅の賃料が6万円で貸すぐらいことができるんで、投資物件としても人気があると。で、私もしょぼい家主をね、勧めてるんで、これはね、よく勉強してね、皆さんにもやってもらいたいなって言ってね。仕入れから建築の手配まで一人の営業マンがやるんで安心ということでね、これ仕入れから建築手配までを一人の営業マンでさせてるっていうことでね、ストックボイスなんかとか、あと内本さんのね、日経のラジオでも出てきて説明してましたけど、安心だということですな。それで施工はね、長年の経験で、この地元の業者と提携で3分の1のコストでうまくリフォームするっていうふうになってましたね。だから競合が入りにくいというね。で、新築するのは割と簡単らしいんですけど、
この古い一戸建てはね、まあ隣のね敷地との境界が発見しないとかね、いろんな問題抱えてて、あとなんだの寝太が腐ってるとかね、屋根から雨漏りするとかね、それからそのまあいろんなシロアリの問題とかね、そういうのも、大工さんとそういう得意な人と営業マンとは見てチェックして仕入れるそうなんでね。でそれをまたこの仕上げるノウハウがもう何千頭もやって、ノウハウがついてるそうです。それからカジタスはね、上場で株も買います。これ今結構一回去年暴落してまた戻ってきてますけどね、まあ今戻り売りもいいとこかもしれませんけども、まあいずれにしてもね、カジタスの株を買ってね、株主総会行ったり勉強して、まあ30万ぐらいで買えるのかな、業績を研究して株を長期に持てばね、まあこういうデフレリストラの時代でもね、まあ家主になるのと株主になるのと両方できますよね。でね、まあここで私しょぼい家主になろうとずっと言ってきましたけども、まあ終身雇用はオワコンで、働き方改革で残業が減って、で就業規則では家主は禁止されてないんで、ね、これできますよね。だからしょぼい家主、しょぼい資本家を目指してみようっていうこと。若いサラリーマンの君でもね、いつまたリストラされるか将来分かりませんから、最初の戸建ての賃貸投資をね、カジタスで始めてみるのはおすすめできますね。これも私もやってみたいと思いますね。でホームページを見て物件を見てみようということで、ね、ホームページはねこれなんですよ。ここね、これちょっと後でよく見ていただきたいんですけどね。でニトリがね3割ぐらい株主で持ってるんですよね。ニトリでこれ上場してるでしょ。で岐阜県とかね、福岡県で、まあ本が出た時よりは高くなってますけどね、ほら2000万ぐらい、1700万円ね。まあでもいろんな物件あると思うんですよ。あと利回りの問題ですからね。でまあカジタスのホームページ見て物件を検索して現地を見に行って検討するのがいいんじゃないかなとは思います。はい。でじいさんが子供や孫にカジタスの物件を買ってあげようっていうね、これもいいんじゃないですか。子供、まあね、じいさんがね、今団塊の世代一番お金持ってると思うんで、で子供の世代、孫の世代ってのは今非常に厳しいでしょ。だから、まあ不動産この家主にしてあげてね、で株も一緒に買ってあげると。そうすると子供や孫はね、不動産投資とリフォームと株が勉強できるわけですよ。できるわけですね。しょぼい家主としょぼい株主になれるわけです。なれるわけですね。で中卒でもね、大学受験のお金があればね投資できますし、まあ大学まで行く能力があればね大学まで行かせればいいですけど、まあ中卒でもできるし、まあ高校でもね、高卒でも十分ですよね。高卒になると宅建取れますしね。うん。だから子供や孫にね、じいさんがしょぼい資本家の教育をしてあげればいいわけです。でね、奥さんにも買ってあげてね、旨味を経験してもらうのはこれ大事だそうです。やっぱりね、そうするとね、加藤さんの、北海道の加藤さんのような一家で不動産投資一家になれると。これはね、いいですよ。のんびりしょぼい資本家をやれますし、まあ、働きながらやっていいと思うんですけどね、これサラリーマンでもできますので、でうまくいけば数が増えたらアーリーリタイアメントも夢ではないと思います。まあただですね、最後にこれはくれぐれも自己責任なんでね、これね、私家主やってますけどね、これね勇気がいりますね。やっぱりこのローマ時代でいうとカエサルだったかな、ルビコの川を渡るっていうね、これね分かっててもできないんですよ。そのこれね、これできないですよ。なかなか勇気いります。もう他に手段がないからやっちまったぐらいの感じでないとね、なかなかできません。はい。まあってなことでね、まあ今回はカジタスでね、株買ってまず、それでその業績を聞いて、で株主総会行って、なんかよく研究して、で物件を見て、で見に行って、で自分がな
家主になったつもり で子供とか孫も一緒に連れて勉強がてら見に行ってですね、で資本主義のね、日本は資本主義ですし世界も資本主義が主流ですから、中国まで今ね資本主義になってきてるんで、ロシアも資本主義ですか。だからね、やっぱり資本主義のこう知るためには家主とか株主になることが一番だと思うんですね。学歴いりませんから、ぜひねこれ検討していただきたいと思います。これ今回非常に私いいと思ってますね。まあ、ということで内容が良ければいいねを、そして、チャンネル登録していただければ幸いです。はい、私あの不動産会社と証券会社におりましたんでね、結構情報が入っています。はい、ということで、ご清聴ありがとうございました。